ぽぽございまーす。ナナシンクのぽ、異世界で踊り VTuber でマジクアチャの家入りぽぽだぽぽ。本日はここ、群馬県の松樹園さんにお伺いしておりますぽぽ。本日のポラリ旅は、座敷わらしと会う旅ということで、こちらの松樹園さんはですね、座敷わらしさんに会うことができる旅館となっております。ポポね、あんまり霊感がないというか、幽霊見たことないし、なんなら信じてないレベルの感じポポなので、今回座敷わらしさんに会える確率が高いと言われるこちらの素敵な旅館にて、座敷わらしさんにお会いできるか、そして幸運をゲットできるか検証していきたいと思います。パパ、ここの松樹園さんには、座敷わらしのちょっと逸話があって、ご紹介させていただくポポなんですけど、旅の夫婦が大きな空き家に一屋の宿を借りて、そこに男の子が現れるようになりました。奥さんがその男の子と遊んであげると、男の子は奥の座敷の床下を掘ってくださいと言ったそうです。言われた通りに掘ってみると、なんとそこには大判小判の入った金瓶が埋まっていました。その後旅の夫婦はその家で暮らすようになり、座敷わらしに似た可愛い男の子をもうけ、末永く幸せに暮らしたそうです。それが当館のご先祖様という話です。当館の門の前にはこの時出てきた金瓶を祀った八幡様を今も大事にしています。ということで、座敷わらしって何ぞやっていうことぽぽなんですけど、座敷わらしは東北地方、特に岩手県の北上盆地を中心に伝承されてきた妖怪のことで、旧家の奥座敷にいる守り神や精霊とも言われています。で、見た目は一般的にはおかっぱ頭の幼い子供、5歳くらいの子供と言われていますが、大人や夫婦や白い顔をしているなど特徴は様々らしいポポね、諸説ありということで。で、座敷わらしは結構いたずら好きで、部屋中を歩いたり走り回ったり物音を立てたりと、いたずらによって結構ね、存在をこう知るよっていう、存在を感じたよっていう人もいるみたいポポね。で、座敷わらしを見た人、実際に見た人には幸せな出来事が訪れると言われているポポね。座敷わらしが住み着いている家には富がもたらされるよっていうので、お家に住み着いている座敷わらしを見た人にもいいことがあると伝えられているらしいポポね。家族に恵まれたりとか、座敷わらしを見た後に宝くじに当選するみたいな、そういった幸せを運んでくれる妖怪さんであるらしいポポね。まあ、ポポはあまり霊感がないというか、見たことないし信じてもいないんだけど、もしちょっとここでね、少しでも感じることができたら、そういう存在をやっぱ信じることのできるきっかけになるかなと思って、すごい今からワクワクしているポポね。今回夕顔という一番出会いやすい部屋をお借りしているので、楽しみポポですね、夜が。まずはね、いやでも普通に素敵な旅館なので、一旦ちょっとね、ラウンジ見てみたりとか、夕飯までお風呂に入ったりとかね、ちょっとゆっくり過ごしたいと思います。ポポ満喫するぞ。ラウンジの奥には座敷わらしさんたちへのお供え物がありました。ここ、おー、おはようポポ。こちらは看板娘のたまちゃんポポね。かわいい。看板娘できて偉い。こちらにはね、ラボットっていう、ラボットのたまちゃんがいます。こんにちは。こんにちは。かわいいね。たまちゃんのいるこちらのラウンジには、座敷わらしちゃんたちへのお供え物もいっぱいあるポポです。すごいね。3人ぐらいいるらしくて、ポポもね、今日ちょっとお供え物持ってきたので、遊んでもらえるようにお部屋に置いときたいなと思うポポです。
今日雪が降っていて、見えるかな。雪がねチラチラしてるポポなんで、これはオーブじゃないです。八幡様に行こう。ここだ。暗すぎるポポなんですけど。よいしょ。暗いんだけど。ちょっと来るの遅かったポポ。さ、これが金の瓶を祀っている場所ポポですね。やばい。再生持ってくの忘れちゃったポポ。お祈り。すいません。あと、明日持っていきます。宝くじが当たりますように。ナーム。よし。くぐろう。よいしょ。ここが絵馬を飾れるところポポね。いっぱいある。ちょっとポポもお祈り絵馬を持ってきたんで、これね鈴がついてるポポなんだよね。読めないよね。飾りまーす。はい、ポポちゃんのここに飾りました。すごい、このねいっぱいあるんだけど、ここに YouTube のチャンネル登録者が増えますようにと、しりし欲を書いてみたポポ。よろポポお願いします。 OK。 わー、美味しそう。はい、夜です。ただいま夜11時ポポでございます。いや、美味しいご飯を食べて、ゆっくりお風呂も入って、今最高ポポなんですけれども、本題はここからポポね。果たして座敷わらしちゃんは遊びに来てくれるでしょうか、ということで、ちょっと遊んでもらえるようにおもちゃを用意したので、見てください。ポポちゃんが用意したのはこちら。はい、まずはこれね、USJ で買ったポポなんだけど、コナンのコラボの時の探偵バッジ、ポポね。これ、電池式で、今ちょっと電池切れちゃってるポポなんだけど、この裏面のボタンを押すと、本来ならば、音が鳴るはずポポだったんだけど、今は、やべえ音しか出ないので、もし不審な音が鳴ったら、座敷わらしちゃんたちの仕業なんじゃないかなってことで、ここね、電源を入れて置いておくポポね。そして、あと、落書きができたらいいのかなというのと、あとライティングの証拠をつかむために、紙と、こちら、ルカ子さんのお誕生日の時の、グッズのペンを用意しました、ポポ。これでね、ちょっとポポも落書き書いといたので、きっと一緒にお絵描きしてくれるんじゃないかなということで、これも、入り口に置いておきたいと思います、ポポ。これね、ここが入り口ポポです。で、こっちにね、お手洗いが、こっちにお手洗いがあって、ここが入り口になっておりますので、はい。これ、ポポたちから見て逆にちょっとドアから入ってきてくれて、ちょっと遊んでくれるんじゃないかなっていう向きに置いとくので、これで遊んでくれるかどうか検証したいと思います。ポポセッティングは OK。 そしたらポポちゃんはこの後リラックスタイムになります。ポポちょっとゆっくりします。遊びに来てくれるかな。ここまで動きはあったポポでしょうか。なんか、よいしょ。全然変わってないんですけど、ポポもね、ちょっとしばらく向こうのこたつの方でゆっくりしてたポポなんだけど、何も感じなかったので、
ポポが鈍感なのか、来てくれてなかったのかわかんないポポなんですけど、夜も遅いので寝たいと思います、ポポ。動画もしばらくちょっとできる限り回しておくポポなので、夜ね、いたずらしに幸運を持って遊びに来てくれたら嬉しいポポだなぁ。それでは、玄関のね、電気が消せなかったので、玄関の電気はつけっぱなしで寝たいと思います。それでは、ぐっすり寝たポポです。なんか座敷わらしが来たような気がするとか、枕踏まれたとか、いろいろあるらしいポポなんですけど、全く何のあれもなく非常に快適な睡眠をとることができました。おはポポございます。朝ごはん食べてきます。はい、ということで、ポラリ旅、座敷わらしに会えるかなの旅、にて終了ポポです。いやー、夜ね、来るかなと思ったんだけど、まあ今のところポポには何も感じられなかったポポね。残念。あとね、なんか一個ね、夜ご飯を食べてる時に、一緒に来てた友達が置いといたスマホが全然触ってないのにずっとついたり消えたりするんだよねって言ってたポポなので、ワンちゃんいたずらされてたポポと思うなどしたポポね。それ以外は特になかったポポね。まあ、ただちょっとまだ録画を見ていないので、もう何かね、物音とか足音とかね、笑い声とか、もしかしたら入ってるかもしれないので、ちょっと動画の方でどうなってるかなって感じポポなんですけど、まあ今んとこポポには感じられる図で、ちょっと残念ポポだったんだけど、朝ごはん食べた時にね、おかみさんに言ったら、まあ、感じられなかっただけで、いたかもしれませんねって言ってくれてたので、まあポポはチャンネルがちょっと合わなかったということで、同じ宿に泊まることはできたので、ちょっとは幸せがゲットできたらなと思います、ポポ。
松寿園さんすごく素敵なところで、ご飯も美味しかったし、温泉も良かったし、景色も良くて、おかみさんも優しくて、ラボットちゃんもすごく可愛かったし、非常にいいお宿でした。楽しかったぽぽ、また来たいと思います。ありぽぽございました。おっ、ぽぽぽ。